オムラ家のひとりと。皆さんごきげんよう、バカボンオムラです。そして皆さんごきげんよう、オムラマナです。オムラ家の人々シーズン3、ごきげんよう。オムラマナとバカボンオムラ、血のつながっていない2人のオムラがそれぞれ紙に6マス分のネタを書き、サイコロを振ってトークしていきます。ということで、前回言うの忘れたんで、改めて言っておきますと、オムのオンラインショップがリニューアルしてるんですけど、はい、検索するときは OMM オンラインショップ、オムオンラインショップで検索していただけると、出てくると思いますので、もしよろしかったら商品を買ってみてください、はい、お願いいたします。そういうことで、本編に突入します。あら、もう行っちゃうんですか。ということで、オムラ家の人々シーズン3、ごきげんよう。今週は僕バカボンオムラから紙に6マス分のネタを書いて、オムラマナさんにサイコロ振ってもらいたいと思います。今日の6マス分のネタを紹介していきます。まずはですね、1が出たら音楽の話、2が出たらライブの話、3が出たらバンドの話、4が出たらユニットの話、5が出たらアルバムの話、6が出たらキラーチューンの話。おお、さあ行ってみましょう。サイコロ振ってください。はい、行きます。はいはい。テンテク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 テンテク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 テンテク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 テンテク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 テンテク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 テテク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 テテンテク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 テテンテク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 テテンテク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 テテンテク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 テテンテク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 テテンテク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 テユニットの話ユニットの話ですか。ユニットの話だから、例えばオムというバンドやってますけれども、はい、例えばどこ誰かとユニットを組みたいとか、はあ、誰かとユニット組むとしたら、誰かと組んでもう組んでいるとかね、そういう話が出ているとか、はあ、そういうのがありましたらどうぞ。何でしょう、ユニットどういうような、例えばなら、こういうユニット組みたいでもいいし、ほう、はい、あの乃木坂の卒業生たちとユニット組みたいです。どうか言ったとか。ああ、ゆったんはすぐ組めるじゃない。おお、だって一般人ですもん。そんなことはないと思うんですけど。いや、確かに、いやいや、そうなんですよ。芸能活動、そうなんですよ。一般の方ですから、一般の方、まずはお友達になることからじゃないですか。ああ、そういうところですよね、やっぱりね。うん、まずはお友達になれば。そうです。お友達を、今だったら多分お友達になって誘えば、はい、ゆったんやるんじゃないですかね。うん、もうこんなこともあろうかと、ちゃんと卒業生には他にもいますから、うん、ちゃんと他にも何人か最初に巻き込んでおいて、うん、で一般さんに、あ、こんな子もこんな子もあの方もいらっしゃるんですけどって言って、で、うん、最後に、うんうん、
バカボンさんもどうしても入りたいって言ってて、いや、私はやっぱユニット女の子だけっていうのもいいと思ったんですけど、いや、どうしてもやっぱりバカボンさんが一緒に入りたいみたいな、いや、多分コーラス部分とかちょっと入るとかそんな感じだと思うんですけど、どうですか、どうですかねって言って、10人ぐらいで逆行為ってんでどうですか。そうだね、やるかバカボンさんセンターですから、やるやる、本当ですか。やるよ。やばい、超楽しみじゃないですか。どんな曲にします。どんな曲、はい、そうですね、はい、秋元康さんに書いてもらって、し書いてもらって、あと村上雄二に作曲してもらうっていうのもいいんじゃないですか最強じゃないですか、村上さんの曲に優しい歌。そう、もちろんもちろんですよ。村上さんはね、はい、今ガンガンいろいろ自分の番組でもユニット組んでるから、はい、おお、うん、びっくりですよ、はい、ビーハッピーですよ。知ってますね、それ ね、 ね、いい曲ですよね。いや、ごめんなさい、一回も聞いたことないですよ、僕。あれ聞いたことないんですよ。大丈夫ですか。あれ大丈夫ですか。あれ、あ、じゃあ、OB ハッピーをカバーさせてもらうってどうですか。あ、そうしますか、私たちのユニットで。うん、そうですね。あ、いいかもしれない。うん、やりましょう、やりましょう。かわいい、かわいい振り付けとかもつけて。あ、いい、あ、でも、あれ、今、やっぱ最先端のテクノにすればいいんじゃないですか。いいですね、パフュームみたいなイメージかな。そうですね、なんか EDM にしちゃいましょう。テク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 って感じ。そう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 、まるで LDH みたいなダンスを、E-Girls みたいな感じにしましょう。最高です、すぐデビューしましょう。だってほら、だってさ、元乃木坂のメンバーを集めてユニット組んで、はい、乃木坂っぽいことしたってダメでしょ、だし本人たちはやりたがらないと思うよ。まあ、2番煎じじゃやっぱね、良くないですよね、そういうのは。やっぱりそこはちょっと恥ずかしいと思うでしょう。やっぱこの卒業してるのに乃木坂っぽいことをやるのは、やっぱもうちょっと年齢経ってから、ね、今やるんだったら違うことやりたいっていうでしょう。そしたらやっぱ E-Girls みたいな感じがいいんじゃないですか。確かに、いや、最高じゃないですか。いいね、LDH の人たちに参加してもらってね、バックダンサー。ああ、いいですね。いいですね。ね、アラン君とかね、ジェネレーションズのアラン君とか曲作れるから。ああ、いい。サウンドメイクもできるんで、作ってもらってね。はいはい、わあ、いいな。で、ライブ会場では、あれだな、東京ドームだな。東京ドームで。そうそう、やるっていうね。バカボンさん、宙吊りですよね、宙吊り。宙吊りね。バカボンさん宙吊りっておかしいよ。全員宙吊りに決まってんじゃん。ね、おかしいじゃん。だってそれ 俺のバックダンサーじゃないんだから、俺たちのユニットなんだから全員宙吊りですよ。それも逆さ吊りです。それも 足首こうやって縛って逆さ吊りですよ。逆さ吊りで2時間半歌い続けるってね、死んじゃうやつってね、はい、というわけでございまして、小村真奈とバカボン小村がそれぞれ6マス分のネタを書き、サイクルを振ってトークをしていく小村家の人々シーズン3、ごきげんよう。出演小村真奈、バカボン小村、ディレクター小村雄二。次回は小村真奈さんが紙に6マス分のネタを書き、僕バカボン小村がサイクルを振ってトークをしていきます。お楽しみに。絶対に実現させてみせる。そしてそれを阻止する者は許さない。オムラ県のヒントヒント。